寄付しとんじゃん。ビシッと待ってますね。ちょっとね、でかいね、礼拝が大変です。人にね、人をかき分けて、ごめんなさい、ごめんなさいって言うの大変ですって。この幅の広い板、これが通路で、この上通って礼拝したんですよ。ちょっと詳しいね、幅の広い板、これ通らないよね。ごめんなさい、ごめんなさいって言うの大変ですのでね。だからこの芝居は移転してきたんで、もともとはね、ここ300メートルほど東明けのね、繁華街にあったんで、江戸時代ね。コンピラさんが建てましたね。でまあね、昭和になってね、映画館にも変わったりもしたんですが、この建物が文化的に非常に価値があるというのが分かりましてね、国がね、重要文化財に指定したんですね。繁華街に置いておくときはね、周りに家が密集してまして、火事で類焼の恐れがあるということでね、昭和51年にね、こちらに移築してきた、解体して移築してきましてね、昭和60年から展示会も行われるようになりましたね。この天井ですからね、滝を五万のように組んでます。これ、ぶどう棚天井と申しましてね、竹の隙間からね、紙吹雪、花吹雪やってくるんですね。雪の場面になりますね。竹の実あって見たのしたとこへ、愛子の子さんがあるじゃん、ここに立ちましてね、雪に見立てまして、白い紙吹雪、あの竹の隙間から降らしますね。普通ですとね、舞台の上で役者さんしか降らないんで、ここのお客さんの上まで降らしましてね、どこにね、白くなって雪の気分が違ってたのね、春の場面になると花吹雪が降ってきたんですよ、ね、そのための天井です。またたくさんの提灯がぶら下がってます。あれ顔見せ提灯といいます。役者さんの顔も表しております。ですから、ね、役者さんに変わるたびに毎年全部入れ替わります。今かかっているのは去年の4月の時のね、家紋ですね。手前の真ん中、蝶々みたいな目、中村時蔵さんの家紋ですね。その左右に鶴みたいな目のね、坂東神様の坂東神俊さんとか、右から2つ目、松の葉っぱみたいな尾上松也さん、まあ、それぞれ役者さんの家紋ですかね。ただ両端の鶴の間はこれ芝居がね、鶴の間はあれはこれね、これ芝居ぐらいのもんですね。ジャルじゃなくて江戸時代からの間ですね、こういうのがありますね。はい、次ね、これはね、池に見立てましてね、真珠門で男女が池の中に登ると飛び込む場合ね、歌舞伎では真珠事件が多いんで、真珠門が多いんですね。この世で一緒になれないな、あの世で一緒になりましょうって、とこと飛び込む場面とかね。また糸から幽霊が出るね、お岩さんが恨みしやるんだ、それに使うんですね。あまり嘘の芝居がございませんよね、これがありますね、辛いとってますね。もう最初から開けてあるんですか？最初、いや、これ使うときは開けてます。もう板、蓋はもうよそ持っていてしまってますね、うん、今ぐらい危ないからしてますけどね、うん、使うときね、なんか飛び降りるもん、なんか狭そうやな、ほんと狭いですけどね、まあね、もう若いからね、役者さんはね、とっぽいでね、一軒ぐらいとかだったらね、飛び降りて、ね、中ぐらいにしながら飛び降りたりします、ね、平気でね、もうこれぐらいは分けないです、これぐらい飛び降りて。なおね、江戸時代の当時のままですんで、すべて人力、これ持ち合いの8人がかりでね、まあそれも4人がかりでね、多くの人で動かしておりますね。下でね、3年前ですね、猿之助さんがね、義経千本桜だったやつ、狐の衣装を着ました、小道の方ですね。それでね、猿之助さんを釣り上げましてね、釣り上げ装置が全体が台車に乗ってこと、台車で男の方が体を壁で動かしてこってね、そしたら猿之助さんが狐の衣装を着ましたね。そうそうです、あの方がね、真ん中の釣りのところが行ってるんでね。また江戸時代は照明だろうと思うだけで、まあね、明かり窓という雨の開け立てできるだけで調整ですね。今1階と2階開けてますが、2階に一部開けてますと、3階まで開けますと明るくなりますね。
さあ幽霊が出るのかなと水難を通してね、ブラフいたします。ですから江戸時代はね、朝から夕方まで、ね、夜はできなかった、これできなかったね。ありがとうございます。